クリミア自治ソビエト社会主義共和国、またはクリミアアスラは1921年10月18日にクリミア半島を覆ったブリガ県の領域にソビエトロシアに設立された自治共和国。首都はシンフェロポリで公式言語はクリミアタタール語とロシア語であった。最初クリミア自治社会主義ソビエト共和国として 1936年12月5日にはソビエトの第8臨時議会で共和国はクリミア自治ソビエト社会主義共和国に編名された。頭文字を取ってクリミアアースアトも、人口の重要な一部をクリミアタタールが占めていたが彼らは財産と市民権と奪われ、1944年には中央アジアへクリミアタタール人が強制移住させられた。 彼らの生来の権利は1967年に復活したが、彼らの故郷への帰還は、ソビート連邦の崩壊まで許されなかった。1945年6月30日、ソビート連邦最高議会の領上説委員会と、ソビートロシアの最高議会の法令によって、ソビートロシアのクリミア州に再編され、1954年に、ウクライナ SSR に移管された。 1991年12月26日のソ連崩壊直前、クリミア自治ソビエト社会主義共和国は1991年2月12日にベルホーブナラーダによって再度設立された。現在は公式にクリミア自治共和国と呼ばれている。ウクライナ側の故障、ロシア側ではクリミア共和国と呼ばれている。中央執行委員会ソビエト最高議会ソビエト、 連邦崩壊後、ありがとうございます。